はい、どうも皆さんこんにちは、太郎でございます。ということで今回ですね、大人の色気が半端ない人の特徴7選ということでお送りしたいと思うんですけれども、これなんかどっかでやった気がするな。でもまた違うまとめてるサイトがあったからそっちから今引っ張ってきてるんですけど、もし被ってても許してください。許してとかしてやっていきたいと思います。まあ大人の色気が半端ない人の特徴7選をお送りするわけですけども、早く行けと言いつつちょっと喋りたいと。どうですかね、この初夏いかがお過ごしでございますか。まあ初夏の匂いってあるじゃないですか。秋の匂いとか春の匂いとかあるけど、初夏の匂いは初夏の匂いで僕結構好きで、まあ今年の夏いっぱい海行きたいなとかね、できれば海外行きたいなとかって思うんだけど、皆さんいかがですか、予定とか立ててますか。日々まあ皆さんいろいろやってるね、仕事してたりすると思いますけど、どう息抜きをしていくかっていうところですよね。社会人がまあ1年目2年目と続いてって、まあ、結構少しずつ慣れも出てきた頃なのかなとか思います。働くことに関してはもうなんか特にまあ普通、まあ働かなきゃいけないんだっていうのが当たり前に慣れてきた頃かなと思いますけどね。そんな髪型して何を言うとんねんって感じですけどねまあ実際じゃあやっていきたいと思います。なんかね、今日本当はあの自動車の免許更新行く予定だったんですよ。で、免許更新行ったらなんか面白いことあるかなみたいな、なんでやねんそんなことみたいなことあるかなとかって思って、それ行ってから動画撮ろうと思ってたんだけど、起きる時間ってか、あれ免許更新するのさ、ちょっとそれで言おうと思うと思い出した。免許更新さ、あれシステムおかしくない？だって違反しちゃって、違反者講習なんですよ。2時間で、お金もまあちょっと高いわな普通の人で。普通の人は1時間で、有料なドライバーは30分なんですよ。30分だよ。その有料ドライバーの人たちでほぼ主婦とか、なんかそのペーパードライバーでしょ。でペーパードライバーが悪いって言ってんじゃないけど、ペーパードライバー30分なんて言ったら、もう毎日運転してる僕たちは10分にしてくれよと。だって30分で2時間なわけでしょ。このさ1時間半何みたいな、現実との乖離が激しすぎるよね。普段運転してない人たちに、あ、じゃあこれはここで赤は止まりですね、青は進んでも良いですね、ではさよならみたいな感じでしょ。どうで、その毎日運転してる人たちの方が絶対運転の技術は高いわけじゃん。絶対に事故こそしてないものの、その事故だってさ、しょうがない事故だってあるじゃん。例えばちょっと急いでて30キロオーバーしましたって、もうまあ違反は違反だよ、違反は違反だし、やっちゃダメなことなのわかるけど、しょうがない時だってあるでしょ。交通事情を考えた時に邪魔してるのって絶対その主婦とかなんですよ。今日もね、思い出したわ、朝ドンキホーテ行って帰ってきたんですけど、その時にえらいトロイアクアがいたんですよ。でもトロ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 走っててチカチカチカとかで止めたわけ、あの止まったわけ、多分ジジイが運転してたんで、そこで止まって電話しなきゃいけないんだとかって思ってたのね。止まって電話するの前に、それはまあいいわいと。そしたらその後ろにでっかい路線バスが来たんだけど、その路線バスが、教習中の路線バスが実際の道路を使って練習しましょうみたいなんでやってたと思うんだけど、その路線バスがアクアを抜けないわけ、抜けないから、そいつの電話待ち、俺たちずっともうグワーってもう10台ぐらい並んでるわけ。4列目ぐらいにいたんだけど、こうパッと見たらわかるじゃないですか、アクアが止まったんだ、あで何、あ後ろのバス抜けよう、あ教習車かみたいな、あもう鳴らしてやろうかなと、鳴らさなかったけどとか、30秒とか40秒とかそのぐらいずっともう止まってるさ、あ信号でも何でもないただの道ですよ、何やねんみたいな。でそしたらアクアがグワーって行って、そしたらまたそれで行って、もうめちゃめちゃ渋滞してたわけ。そういう人たちは30分でしょ多分、普段運転して慣れてない人たちは。で俺みたいな毎日ね通勤で運転してますとかやってる人たちは2時間ですよ。だって毎日運転してて違反してない人っていないじゃん。だからお前がそんダメなんだって言われたら、まあはいとしか言えないんだけど、なんかそういうね改善してほしいなっていうか、もう単純に2時間俺は聞きたくないよね、もう本当やだなとか思いながら、まあでも聞かなきゃいけないのかなってね、聞いたことによって事故がなくなってなくなってるはずだもんね多分ね、とか思いながらやっていきたいと思います。ということで、大人の色気が半端ない人の特徴7選、1つ目、精神的に自立している。精神的に自立してない僕、精神をこう正してやっていきたいなと思いますけど、大事だよね、その自分っていうのを持ってるってね、大事だ。僕はもう本当に持ってないんで、もう怒ったらパーンって言っちゃうタイプなんですよ。僕はふざけんなーとかって言っちゃうタイプだから、ここはちょっとそろそろね社会人っていうところをね見せつけていかなきゃいけないな、誰にだよって感じで次行きたいと思います。大人の色気が半端ない人の特徴7選、2つ目、自分のことをよく理解している。こうなったら俺はこうなるとか、あ僕はねそれ理解はしてても行動に移せないって感じですね。僕ね一番最初の教習所の時、適性検査あるじゃない、あれが一番悪かったんですよ。ほぼ運転には向いてないタイプで、もうよくそれは自分でも理解できるわけ。ほんともうはけけこらーの連続、口にこそ出さないものの、行動にこそ移さないもののてめえこらーたら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 してんねーみたいなことをもう本当によく思って、でなんかのタイミングでそれがカチンってやったらブルルルンって言っちゃうタイプなんですよ。だから本当に車運転向いてねえんだなって日々感じてますね。はい。大人の色気が半端ないっていう、その大人ってどんなのって言ったら、やっぱり夜はやっぱりこじゃれたなんか水槽で魚が泳いでるところでちょっとパスタを食べながらワイン
バーンみたいな。最近ね、僕は飲むって言ったらやっぱ居酒屋とか焼肉とかそういうのが多いんですよ。そのラインのところが多いから、一回最近ちょっとそういう高級まで言わないけど、ちょっとお酒作ってくれる人もなんかオールバックでこんな蝶ネクタイしててみたいな、そういうお店に行ったんですよ。普段僕そういうとこ行かないから、もうなんかちょっとなんか前菜的なのが出てきてもカツンカツンとか言って、なんかカツンが響き渡ってるわけ、おやべーみたいな。でそこでワインリストとか出てきてさ、どちらになさいますかとかって言われて、あとおすすめはおすすめはみたいな感じなんだ。ワインも詳しくならなきゃいけないんだなと思うけどね。じゃあこれでとかって言うよりは、知ってかするよりはまあマシかなと思って、じゃあおすすめお願いしますとかって言ったけど、よくあるでしょ、その全然知らないけど、赤ワインにはこのなんか肉とか、白ワインだったら魚とか、なんかそういうのも全然わかんないから、おすすめはでしたね大人の女性に憧れる女性、ね、大人の色気が半端ない人に憧れる大人の女性ね。大人の女性もいいですけどね。次行きたいと思います。僕の近く若い方か大人の色気が半端ない人の特徴7選3つ目、笑顔でいることが多い余裕があれば笑顔が出てくるってところで、その余裕って何って言ったら、その時間の余裕なのか、お金の余裕なのか。お金に余裕なくて時間に余裕めっちゃあって、それはまあ別にホームレスの人もそうだろうから、お金少しありつつ時間にも余裕あれば、もう一番幸せ、それが一番幸せだなと思いますね。はい、もうそういう大人になれるように僕も日々というかまあ頑張っていきたいと思います。もうね、こんなペラ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 ね、時間に追われながら喋ってね、こう時間気にしながら、あもう出なきゃいけない時間だとかって思ってるよ、じゃあまだまだ大人の魅力は出てこないんだねってことで次行きたいと思います。大人の色気が半端ない人の特徴7選4個目、非常図。大学1年生と大学4年生って比べたら、やっぱり大学生の間でも成長してるわけで、大学1年生の時にお前その服ダサいよと言ったら、2万円もしたんだぞとかっていうかパターンじゃん、大学1年生とか2年生って。でも大学4年生ぐらいになって、お前その服似合ってないねって言ったら、あやっぱそう、どんな服が似合うと思うとかってこう変わってくるじゃないですか。そういうところで聞き上手も多分みんな成長してると思うんですよ。でこれから僕高校の友達とご飯食べに行くんですけど、そことかでも聞き上手っていうか、なんかみんなやっぱお前顔、まあ、変わってはないけど、そういう気遣いをしなくていい仲間、逆にっていう心地よさは多分あるなと思うんですよ。まあ最初こそちょっとツンツンみたいな、ちょっとこうどう最近どう忙しいみたいな感じはあると思うけど、そっからはもう多分だってもういつもあの高校の大あの休みのと休み時間のあの時に多分カッて戻れるかなって、なんかそういうのがね、僕最近もう居心地良くて、先輩とご飯とか行ってもさ、まあ、全部例えば美味しい焼肉、めっちゃ美味しい焼肉ご馳走してくれるって言っても全然楽しくないわけですよ。それだったら牛角に友達と行った方が楽しい、でも僕にそんな友達はいないということで次行きたいと思います。大人の色気が半端ない人の特徴、噛んだ言って7選5個目、共感はするが同調はしない。これ絶対やったな。共感はするが同調はしない、これよくわかんないって言った気がするもんあそうなんだ、同調はしない、あ確かに俺もそうなんだよねってはならないってことね。本当に感覚って人それぞれで、それこそ誰だっけ、アンミカさんじゃないけど、白が何百色あるみたいな、これって赤だよね、いやいや黄色じゃない、いやいやオレンジじゃないみたいな、色彩からもしてもそうだし、あうるさいっていうその感じ方も違うし、美味しいの感じ方も違うし、本当人それぞれなんだなっていうところですよね。そういうことですよ。話ずれそうになったんで、ギュッと戻して次行きたいと思います。大人の色気が半端ない人の特徴7選6個目、追いかけない。あ大事ですね、これ大事ですね。例えばセフレでもいいし、友達でもいいし、男女の中でとかなった時に、お互いに彼氏彼女がいない状態でセフレだったと、女の子に彼氏ができましたしたら、男はそこで追っちゃダメだと、じゃあ彼氏行ってらっしゃいと、でもしそっちで別れたらまた戻っておいでと、まあ、その余裕があるっていうのは大人の色気が半端ない人の特徴なのかなと思いますね。まあ大人の色気が半端ない人はセフレなんてこんなことところでは言わないと思いますけれども、ってことでラスト行きたいと思います。大人の色気が半端ない人の特徴は7選ラスト7個目、行動や話し方が落ち着いているとか言っちゃダメなんだね。落ち着いている、まあこう声を低くしてですね、まあ落ち着いて喋るっていうことも大事だと思うんですけど髪の毛落ち着いてないね俺今日俺今日髪の毛落ち着いてない、今日一昨日ぐらいかな、髪の毛セットしてもらう、髪の毛切りに行ったんですよ。で最近ずっと本当仕事忙しくて髪の毛切りに行くタイミングがないって言ってね。で今の美容師さんって僕が担当してくださってる美容師さん、今朝晩っていうか、その朝の方で働いてるらしくて、そこの時間がなかなか合わないなと思ってたんだけど、やっと髪の毛切る時間ができて切ってきたんだけど、やっぱ髪の毛ってさっぱりしますよね。さっぱりするし、もうすごいテンション上がりますし、前髪も上がりますしって感じで、この色いいよね、この色も今すごい気に入ってるんですけど、まあこんなの秒で落ちますから、ね、朝シャンプー一回したり、そのそれこそ温泉のシャンプーとか使っちゃったらもうほんとすぐ落ちる。だからそう、それがね、温泉のちょっと唯一の僕の嫌なところですね。備え付けのシャンプーあれグワーって使ってさ、プシュプシュプシュしてバーってつけてグワーって洗うのがもう温泉の醍醐味だと思うんですよ。その家じゃできないことみたいな、まああんま良くないのかもしれないけど、大量に使ってグワーって洗うの気持ちいいじゃないですか。あれ僕好きなんだけど、あれやっちゃうと洗浄力強
強いから多分全部色がブワッと落ちちゃうんですよ。もうすぐ金髪戻っちゃうから、あといってね自分のシャンプー持っていくってのも大変じゃないですか。なんかねやる気満々みたいな。でもそう、まあそれもそれでいいんだけど、そんな感じです。どんな感じだよどんな感じだよって感じだけど、大人の色気が半端ない人の特徴7選なんだけど、僕はねあんま大人になりたくないって思ってるんですよ。いやいや大人なんだけどダメだよ、その気持ちわかるんだけど、子供の頃のあのワクワク感、子供ってさ急にあーとか言うじゃん、って言うじゃん、あのカッってなるあの感じ、あのうわっていう感じを忘れちゃいけないなと僕は思ってるんですよ。とか子供と接する時とかに同じ目線で僕は接したいなって思ってて、それが僕の中でなんかあるんですよ。大人っていうのはねなんか嫌ですね。ご差しお願いしますとか、思ってもないことを言うじゃないですか。お疲れ様でしたとか、あすいませんでしたとか、全勝しますとか、なんか承知しましたとか、なんかそういうのが僕本当嫌いで、やることはできるけど、でも子供でいたいなっていう、このもどかしい、このぐちゅぐちゅっとした感じが今僕の心の中にありますね。何の話って感じ。今回こんな感じで、大人の色気が半端ない人の特徴7選をお伝えさせていただきました。おかしさなとか、確かにとかね、あその髪型いいなとかって思ってくださった方はですね、チャンネル登録も高評価をぜひとも、はい、よろしくお願いします。ガイって感じですね。あの人面白いよね。あの人面白いね。ああいうキャラ好きですけどね。そんな感じで、終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご覧いただいたあなた、本当にありがとうございました。それでは失礼します。ありがとうございました。